皆さんお久しぶりです。マリンです。あれ、はい、マリンゴルフじゃないマリンゴルフ懐かしい、ちょっと待って、もうね、僕も戻ってこれないかと思いましたよそうなんですよ ね、 まあね、ちょっとね、マリンちゃんが怪我しちゃってね。はい、そうなんですよね。あの怪我、腱鞘炎に左の親指を腱鞘炎になってしまって、まあ、それによってあの5月に開催予定だったあのラウンド企画とかもちょっとできなくなってしまったのが今すごい心残りなんですけど、はい、本当にごめんなさい、あの開催できなくて本当に申し訳ないです、すいません、うん、あれ、現在って、はい、大学院生になったんだっけ。あ、そうです、今は大学院の1年になって、あとそうですね、今研究計画書書いたりとかインターンシップをやったりとかして、はい、頑張ってます何研究研究計画書ですね、修士論文を書いて卒業しないといけないので、うん、そのための研究計画書頑張って今書いてます。はい、そっか、博士か。今修士ですね、博士の1個前の1個前のやつですもうね、大学までしか分かんないちょっと分かりづらいですよねそうそうそう。で、怪我、腱鞘炎はなかなかちょっと治らない感じ。そうなんですよね、もともとなんか2週間でこう治るっていう風に診断受けてたんですけど、ずるずると悪化して、そうですね、今だいぶグーが、またちょっと痛いんですけど、グーできるようになってきたんですけど、あ、確かに小指がしっかり握れなそう。そうなんですよね、もう親指をこう 4にするだけで結構痛くて。そうなんだ。そうなんですよね、だからこれをゴルフをこう打てるようになってラウンドできるようになるのはまだちょっと時間がかかるかなっていう感じです今、うん、この腱鞘炎のこととかもあって、まあ、今後のことをいろいろ相談をさせていただいた結果、一度あのリンゴルフの出演をやめて、あの怪我が治ったタイミングの環境とかでまた改めて話し合おうという風にさせていただくことになりました。はい、そうですね、なので今までたくさん応援とかコメントをしてくださった皆様に、あの私から一度直接感謝の気持ちをお伝えしたくて今回動画を回しました。はい、皆様本当に今まであの心温かいコメントだったり応援をしてくださって本当にありがとうございました。はい、まあね、マリンちゃんは、まあ、結構撮影慣れしてきて、まあ、プレーもどんどん緊張が取れて良くなってきてね、で、まあ、そのため本当に視聴者さんから応援コメントいただいたりして、うん、まあ、やっとなんかこう楽しめてきたねって感じだったんだけど、はい、まあ、怪我ばっかりはやっぱしょうがないかなっていうのと、あの、まあ、あと無理して出てもらってもっと悪化しちゃうのも良くないかなっていう判断って形で、はい、ちゃんと話し合いをさせていただいた結果、はい、一度そうですね、お休みというか出演を、はい、やめるということになりました。はい、あと最近だと「純ちゃんどうした?」ってコメントとかも多くあって、まあ、僕からちょっと今言うのもどうなんだろうなと思ったんですけど、まあ、純ちゃんは今あの本業が大切な時期で、まあ、リンゴルフはちょっとお休み中で、まあ、落ち着いたら出たいって言ってました。まあ、ちょっとせっかくなんでちょっとこの場を借りてすいません、ちょっと、まあ、ほんとちょっとなんですけど、はい、はい、でもあの本業が成功するってすごいいいことだと思うので、まあ、落ち着いたらまた出てもらえればいいかなと思ってて、はい、まああのまあ、僕は引き続き裏方として頑張っていきたいなって思ってます。で、まあ、ちょっとここから僕の話が多くなっちゃうかもしれないんだけど、聞いといてもらっていい？もちろんです、はい、個人的な気持ちになっちゃうんですけど、まあ、僕はあの初期のリンゴルフからしてて、いやすごいあのみんなにお世話になった、まあ、一人で、まあ、本当にこのチャンネルに思い出があって、まあ、今後も微力ながらあの楽しい動画が出せるように、あの、まあ、コンセプトがやっぱりゴルフ女子とかなんで、はい、まあ、そういう動画が出せるように頑張っていきたいなと思ってます。はい、なんで、まあ、最近だとあのちょっとリンゴルフに出たいこう募集みたいなこともやってて、うん、もし興味がある方がいたら、まあ、ぜひ応募して出演してもらえたらなって思ってます。はい、
はい、まあ、あの結構、ね、最近コメントとかも読んでて、まあ、元々読んでるんですけどあのリアクションがないかったんで、あの最近結構あの読みましたっていうので、あのいいねとかハートとかつけたりしてるんですよ。僕山ちゃんが実はコメントつけてましたまあでもみんな見てます。あの出てくれた子も見てるし、あの、まあ、僕もあの竹内オーナーも見てる感じで、まあ、どうにかしなきゃなって感じで今頑張ってる感じです。はい、ということで本日はマリンちゃんありがとうございましたの回でした。はい、ありがとうございました、はい、はい、でも笑顔でね、はい、そうですね、はい、笑顔で撮れてよかったです。はい、なんか、はい、よかったですそうですね、こう悲しくならないように、はい、はい、マリンちゃんお疲れ様でしたって思った方はぜひいいねをお願いします。はい、よろしくお願いします。またコメントやチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、ではありがとうございました。バイバーイ。